白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は孤独との向き合い方というテーマのお話を聞いていただければと思います。まあ結論から言うと、孤独に対するですね、まあ解釈の仕方を変えるということです。何かその孤独という状態はあまり良くないとかね、まあむしろ悪い状態という、まあもしそういった固定観念があるとしたならば、別に孤独っていうのは決して悪い状態ではないと、ネガティブに解釈する必要がないということです。まあ孤独上等ということで、まあ孤独はですね、むしろなんか今から自分が目指している夢実現とか成功の途上にある、まあ、必然なんだということでですね、まあ、受け入れてしまうというのが、まあ今回の結論ということになります。どういうふうに孤独と向き合えばいいか、それは孤独への解釈を変えるということですね。孤独というのは決して悪い状態ではないということです。もし夢実現に対して成功に向けて一生懸命努力しているというのであれば、それはもう必然なんだと、必然の状態ということです。まあ、当たり前っていうことですね。まあ、孤独であるのは当たり前ということです。具体的な例からですね、まあ、挙げていきたいと思うんですけど、まあ、例えばですね、まあ、小学生の中学受験というのがあったりしますよね。まあ、小学校5年生、6年生の子たちがですね、まあ、難関中学校に向けて一生懸命努力する、勉強するということでですね、まあ、例えばその、まあ、東京と地方都市ではだいぶ状況が違うんですけれども、まあ、今回はちょっとね、例えば鹿児島なら鹿児島の地方都市での中学受験っていうのを例に挙げてみたいと思うんですが、まあ、鹿児島みたいな、まあ、地方都市でですね、まあ、例えば東京の開成中学校に合格したいとか、もしくは、鹿児島のラサール中学校に合格したいということであればですね、まあ、実際1個の小学校、1つの小学校から、まあ、1年で、その東京の開成中とかに合格するような小学生っていうのは、まあ、クラスに1人どころか学校に1人いるかいないかっていう感じなんですよね。だからもうね、初めて、私たちの小学校初めて、例えば東京の開成中学校に合格しましたとかね、もしくはもうね、十何年ぶりに東京の開成中学校に私たちの小学校から合格者が出ましたみたいな、まあ、そういうぐらいの、まあ、状態ということになります。だからまあ普通、その例えば鹿児島みたいな地方都市の小学校に、小学生にとってはですね、まあ、そういった難関中学校っていうのは、まあ、まず合格しないし、まあ、まして、まあ、目指してすらいないということですね。そもそも目指してすらいないということです。だからクラスに一人も目指してないんですよ。もし本気で目指している子がいるとしたならば、もう学校に一人とか、まあ、そういうレベルだったりするんですよね。で、そういう子たちが、まあ、塾に通って、進学塾に通って、まあ、小学校5年生、6年生というね、まあ、すごく多感な2年間っていうのを、もう勉強と、ひたすら勉強に、まあ、費やすということをします。本当小学校6年生とかはですね、まあ、週6塾に通っていたりしますので、ね、だからもう基本的には土日含めてですね、まあ、週6塾に通っていたりするんですよね。だから本当に塾に通わないっていうのは週に1日だけとか、まあ、そんな状態だったりするわけです。で、まあ、塾は塾で、まあ、例えば1日ね、例えば50分授業が3時間とか、まあ、4時間とかあったりして、その前とか後ろで例えば学校の宿題とか塾の宿題とかやってるわけですから、もう本当にもう勉強なんですよね。もうそれ以外の時間ってもう物理的にほとんどないというぐらい、ひたすら勉強漬けの、まあ、2年間小学校5年生6年生っていうのを、まあ、過ごすということをしています。で、そうした時に、まあね、まあ残念なのは、やっぱり学校にですね、まあ、そういう高い目標に向けて、まあ、努力している友達が誰もいないということなんですよね。まあ、本当にそれぐらいやっぱ難しいんですよ。その地方都市、鹿児島の子たちにとって、そういった難関中学校、全国でも難関の中学校に合格するっていうのは。で、そうした時にですね、じゃあ周りの子たちは何をやってるのかって言ったら、まあ、いわゆる小学生らしいことをやってるわけですよ。だからテレビ見るとか、ね、漫画読むとか、ゲームするとか、まあ、そういった、もういわゆる、まあね、小学生らしい、普通の、まあ、当たり前の、まあ、それこそ、子供たち同士で約束して遊びに行くとか、まあ、そういう、まあ、いわゆる普通の小学生らしいことをやってるんですね。まあ、その子たちが、まあ、99% なわけですよ。 99% の子たちがそういう状態ということになります。その中でもう学校で1人とかっていうレベルで、まあね、そういう週5、週6塾に通ってもう勉強勉強勉強というのをやっていたりするんですよね。だから当然孤
独なんですよ。全然ね、もうね、誰も友達が、まあ、いないという状態になるわけです。もう目指してるものが違うし、時間の使い方が全然違いますよね。当然ね、友達からまあね、一緒に遊ぼうって誘ってもらえたとしても遊びに行けないし、ね、当然断らないといけない。だから、まあ、自然と誘われなくもなるというような状態ですよね。だから、まあ、孤独なのは当たり前っていう状態なわけですよ。でそうした時にじゃあどっちがいいとかどっちが悪いとかっていうことじゃないっていうことなんですよね、うん、だからその 99% の子たちっていうのは、まあ、ある意味普通って言えば普通なわけですよ。でそうした時に、まあ、中学受験に合格を目指すっていうのは、まあ、そういった普通ではない結果っていうのを望んでるということですよね。だから、まあ、例えば、まあ、私が実際にその進学塾の小学生とかを指導してた時っていうのは、まあ、結構ねやっぱお医者さんの子供たちっていうのが多かったんで、だからまあね将来お医者さんになりたいという、まあ、そういう小学生とかが、まあ、一番割合としては多かったというふうに、まあ、認識しているんですけれども、まあ、何らかね、その将来の、まあ、それこそ本当にね24歳とかで、まあ、例えば大学院を出て、まあ、研修医を経てその後、まあ、医者として、まあ、社会で活躍するっていう、まあ、そういった本当に十何年先のために、まあ、小学校5年生6年生っていうのをもう塾に通って勉強というふうにしているという状態だったわけですよね。で普通はまあねもう今この時この瞬間なわけですよ。今日なら今日なんです、うん、だから普通の 99% の小学生っていうのはもう学校が終わったら今日何がしたいか、今日はテレビが見たい、今日は友達と遊びたい、今日は漫画を読みたい、今日はゲームしたい、だから今日のための今日なわけですよ。でもう今目の前にあるその欲求欲望をもうとにかく満たすみたいな、まあ、そういうの、子たちが 99% なわけですよね。でその中にたった 1% っていうか、まあ、はっきり言ったら鹿児島とかで言えばもう小学校に1人とかの、まあ、そういう、まあ、いわゆるこう違う子ですよね。変わってる子、まあ、要するにこう目指してる目的とか目標が全然違う子、に関してはもう本当に10年以上先のために、まあ、今、例えば勉強なら勉強というのを一生懸命頑張ってるという状態になってるわけですよね。ってなった時にやっぱりね、その人がどれぐらい成功する可能性があるのか、その人が、まあ、例えばね、人より 1.1 倍成功するのか 1.5 倍成功するのか2倍成功するのか10倍成功するのか、まあ、それ以上成功するのか、まあ、そのどれぐらい成功するかっていう、まあ、その一つの基準っていうかその一つの物差しっていうのはどれぐらい先のために今努力してるかっていうことに尽きるんですよね。その人はどれぐらい先のために今努力してるのかっていうことに尽きるわけですよ。そうした時にじゃあ普通でいいと平均でいいというのであれば普通でいいわけです。要するに今日のための今日でいいわけですよ。今日自分の、まあ、満たしたい欲求、っていうのを満たすための、今日でいいわけですよ。だから今日のことだけ考えてるっていうことですよね。今日のことだけ考えて今日何がしたいか、あ、今日はこれがしたいから今日はこれをやろうってそれをずっと繰り返してるということですよね。まあ、実際人はね、その暇っていうか、まあそうね、退屈っていうのを感じる時間っていうのがどんどん短くなってるんで、ね、もう今はもう本当に大人の人だったら一人一台、スマホを当たり前に持ってますよね。まあ、そうすると、まあ、スマホがなかった時代とある、私たち現代人ではだいぶその、ね、退屈とか暇っていう時間の感覚が、まあ、ものすごく短くなっているということですよね。昔はなんかね、暇だって言ったら例えば1日空いてるとか半日空いてるとか、あ、半日空いてるからじゃあ例えば映画館に行って、まあ、2時間2時間半の映画を見ようとか、まあ、そういう状態だったわけですよね。だから退屈とか暇っていうのは、まあ、1日とか半日とかっていう、レベルだったわけですけど、今はもう2分とかで暇っていう感じですよね。なんか2分空いたら、ね、その2分を埋めるためにもうスマホをなんかね、触ってるというような状態だわけですよね。だからもういつのための欲求、いつのための欲望を満たしたいかって言ったら、まあ、2分の欲求欲望を満たすみたいな、まあ、そういうふうにとにかくどんどん、まあ、短くなってるわけですよ。でいつのために今それをやってるんですかと、言った時に、まあ、どんどんね、まあ、今日のための今とかね、3時間後のための今とか1時間後のための今とか、もう2分とにかく退屈してるんでその2分の退屈を埋めるとか、まあ、そういう状態
体になっているということですよね。そうすれば当然普通の結果なわけですよ。それって別に普通ですよね。全然変わってないわけですよ。でも中には 1% とか 0.1% ぐらいの場合は、ね、そうじゃないと、ね、いや自分は30年後のためにこれを頑張ってるんだとか、20年後のためにこれを頑張ってるんだとか、10年後のためにこれを頑張ってるんだみたいな、そういう、ね、人っていうのが、まあ、たまには 1% とか 0.1% とかの人はいたりするんですよね。でそうするとじゃあ考え方価値観が合うかっていう話なわけですよ。今のための今っていう人と30年後20年後10年後のための今っていうのを、一生懸命生きてる人で考え方価値観が合うかって言ったら合わないですよね。当然時間の使い方も違うわけですよ。当たり前ですよね。もし結果が違うっていうんだったら時間の使い方は違うわけですよ。人は能力で差がつくってことはないんですよね。能力で差がつくってことはないんですよ、よほどなんかね、その例えば運動とかスポーツとか、まあ、芸術とか、まあ、そういう本当に特殊な分野、もうなんか生まれながらにね、すごくこうね、まさに若き天才みたいな、まあ、そういう土台で勝負しようとしているのでなければ普通は、まあ、能力はもう一緒です。ましてこれからの時代っていうのは人間は人間同士で比較するってことはほとんど意味がなくなってくるので、もう AI 人工知能との比較ですよね。でなった時にじゃああの人は頭がいいとかね、能力が高いとかっていうのはもう微差中の微差ですよね、まあ、そんなの AI 人工知能にと比較したら、まあ、比べ物にならないぐらい、まあ、計算処理は遅いし、ね、もうっていう状態なわけですよ。ってなったら、まあ、基本的に人の能力っていうの差っていうのはまあないですと、まあ、数学的に完全なゼロではなかったとしてもほぼゼロっていうふうに認識していいわけですよね。でもし能力が変わらないと、能力は一緒だと、ってなった時にじゃあ結果に差をつけるってなったらもうこれ何かって言ったら時間の使い方しかないわけですよ。でもし、ね、能力も一緒なのに時間の使い方も一緒だったらこれ絶対普通の結果なわけですよね。当たり前なわけですよ。能力一緒ですと、能力は一緒ですと、時間の使い方も一緒です、だったら結果も一緒に決まってるじゃないかっていうことになるわけですよね。だけど能力は一緒なんだけどでも違う結果を望んでるということであれば当然時間の使い方は違うし、それこそ人の、ね、1.5 倍2倍努力するっていうのはもう当たり前っていうことになるわけですよね。でそうすると、まあ、例えば中学受験を目指している小学生と同じ状態になるということになるわけです。まあ、ちなみにその中学受験を目指している小学生たちですよね、本当にその多感な、まあ、11歳12歳っていう本当に多感な、まあ、2年間っていうのをもう勉強勉強勉強でひたすら勉強に費やして、もう本当に週5週6塾に通って、一生懸命ね、もうそれこそお盆とか、お正月とか、まあ、全部勉強ですよね、もちろんクリスマスも勉強、っていう、子たちがですね、まあ実際、本当にね、まあ、自分の努力が実って、中学受験に合格したと、言った時のですね、まあ、合格祝賀会っていうのを塾で開いたりしてたんですよね。でなった時に、まあね、その、合格した子たちの、まあ、お母様方ですよね、保護者の方々と、まあね、実際お話をさせていただくっていうことがあったんですけど、まあね、喜んでないんですよ、はっきり言って。お母様方っていうか保護者の方々がね、一見なんかね、いや合格しました、先生よかったです、おめでねって言ってすごいこうね、まあ、喜んでいらっしゃるかなっていうふうに思ったりするんですけど、全然そんなことないんですよ。もうただただほっとしてるっていう感じなんです。ただただ、うんね、もうね、先生本当良かったですっていう感じなんですよ。なんでかっていうと、ね、いじめられてるんですよ小学校で。結局、違うから、その子が、他の子たちが遊んでるのに遊んでないわけですよね。だから、ね、変わってるわけですよその学校の中で、だからいじめられてるわけです。それがどれぐらいこう陰湿なのかどうかっていうのはともかくとして、基本的にはそうね、まあ、友達とか仲間の輪に入れてもらってないっていう状態ですよね。だから、まあ、すごくやっぱりね、本人とか保護者とかが、まあ、すごくこう辛い思いを2年間して、その代償を払って、まあ、手に入れた合格だったりするわけですよね。だから、ね、お母様方とか保護者の、まあ、本当の願望っていうのは、もうこんな状態はね、小学校で終わらせたいと。ね、中学は、ね、地元の中学校に行かせたくないっていうのがものすごく強かったんですね、だから小学校ですごく子供が大変な、ね、思いをしているという状態だったので、まあ、それを、ね、あと3年間中学校でも、ね、続けさせたくないと、ね、まあ、できれば、ね、そのもういじめられないような、ね、もう地元の中学校、その、ね、一番近くにいる子たちとは違う中学校にとにかく、ね、まあ、進学させたかったと。これで、ね、まあ、合格して
できたんで、まあ、子供がね合格できたんで、だからね、まあ、地元の中学校に通わせないで済むと、本当良かったです先生という感じなんですよね。だからまあそういう代償を払って、まあ、本当に2年間ですね、まあ、そういう親子で代償を払って、結果的にはまあ2年間一生懸命勉強して、まあね、例えば医者に、将来医者になるための、まあそのね、まあ、夢実現のまあ切符っていうかチケットみたいなのを、まあ難関中学校合格っていう形でまあ手に入れたというようなことをやってたんですけれども、まあそれはね、何も中学受験を目指している小学生だけじゃないんですよ。これはもう30歳になっても40歳になっても50歳になっても一緒なんですね。一緒なんですよ、うん、だからそのね、基本的には普通の人はね、 99% とか 99.9% の人はやっぱり今のための今なんですよ、結局、うん、だからもう今何したいのか、ね、今私は暇です、今私は退屈です、その暇とか退屈をとにかく埋めたいみたいな、ね、今何か刺激が欲しいとか、もし結果を変えるっていうんだったら一瞬でね劇的に変えたいみたいな、まあ、そういう人が、まあ、99% とか 99.9% だったりするんですよね。ですごくね、そのね30年後20年後10年後のために、ね、夢実現のためとか成功のために、まあね、一生懸命取り組んでる人なんて本当 1% とか 0.1% ぐらいの人しかいないんですよ実際。だから、まあ、変わんないんです、はっきり言って中学受験の小学生と、ね、30歳40歳50歳の大人と、うん、ってなるともう孤独はこれ必然ということになるわけですよね。 もしそれが、ね、夢実現を目指して努力してるとか成功するために目指して努力してるということであれば、もう孤独は必然なんですよ。もう絶対時間の使い方が違うわけなので、ね、だから、まあ、普通の人たちがやっている、まあ、例えば過去から、ね、続けている、まあ、地元行事だとか地域の監修だとか、ね、そういったものにも、まあ、はっきり言ってね、参加してなかったりとか、まあ、付き合いがね、まあ、悪いっていうふうに認識されていたりするわけですよね。うん、だから、まあ、そういう意味で、まあね、地域の輪とか、友達の輪とか、まあ、そういったのに入れてないと、ね、その人たちと仲良くできてないと、いうことで、まあ、孤独っていうのは、まあ、ある意味仕方がないっていうか、まあ、必然なんですね。だから悪い状態じゃないんですよ。もう怒るべくして怒ってるっていう感じなんですね。で、これはどっちがいいとか悪いとかっていうのは、これ生き方の選択なので、まあ、何とも言えないわけですよ、うん、何とも言えない。別に、ね、中学受験に合格しなくて、ね、全然地元の中学校に行ってそれで友達とね、まあ、仲良く楽しく、ね、生きる、それがまあ、ね、別にその人にとっての、楽しい人生、幸せな人生だったら、それはもう誰から何と言われる必要はないですよね。やっぱりその幸せってどこまで行っても主観なので、本人が幸せって感じて生きてるんだったらそれは幸せなわけですよ。誰が何て言っても幸せなわけですよね。だから別に地元の中学校に行くのは行っていいんですよね、うん、それも生き方とかの選択の自由なので、全員が全員中学受験をして、ね、全員が全員合格を目指せばいいってことではないということです。ただやっぱり 1% とか 0.1% ぐらいはそういうね、ちょっとこう普通ではないっていうか、平均以上の、まあね、それこそトップ 1% とか、1% 未満の、ね、すると他の人よりも優れた結果を、まあ、本気で目指している、成功とか夢実現を本気で目指している、まあ、そういう子供たちもいるし大人もいるっていうことなわけですよ。でもしそういう状態だということであれば、もうこれは孤独は必然なんですね。避けることはできないし、避けようとしてはいけないということです、うん、避けようとしてはいけない。これはもう向き合うしかないんですよ。向き合うしかない、うん、もし孤独を避けようとするとどうなるかっていうと、これはもうね、迎合するしかないんですよね。要するに、まあね、自分の本心みたいなものを押し殺して、もう我慢して、まあそのね、その輪の中に、まあね、頑張って入っていこうとするしかないっていうことになりますよね。でそうすれば、まあ、例えば本当はですよ、本当は例えば、まあ、なんか自分は勉強したいとか、本当は仕事をしたいとか、ね、本当はなんかビジネスやりたいとかっていう、まあ、その時間があったとしても、まあ、やっぱり孤独から逃げるというか、孤独を避けるというかね、そういう、孤独っていうのが悪い状態だと、ね、だから孤独は避けないといけないとか、孤独を回避しなければならないっていうふうになると、まあ、結局ね、本当だったらそういう時間の使い方をしたいわけじゃないと、まあ、それは時間の無駄だなというふうに思っていたとしても、
も、まあね、孤独を避けるためになんかね、表面上ですよね、まあね、付き合いを、まあ、していかないといけないということになるわけですよね。まあ、そうすると、まあね、まあ、はっきり言ったらみんなとどん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 同じになっていくわけですよ。で、そうするとまあね、角も立たない、丸く収まる。で、人間関係もね、まあね、まあ、表面上はみんながニコニコできるということがあったとしても、確実に自分の魂は干からびていくんですよ。もうそれ自分を押し殺してますからね。自分はそれをやりたいって思ってないわけですよ。うんね、だからまあ無駄だっていうふうに感じているっていうかね、そんな時間は本当はないんだと。で、本当は自分はこういった30年後20年後10年後のね、夢実現とか成功のためにこういうふうに時間を使いたいんだというふうに思いながら、まあ本当はそういう本心みたいなのを持っているにもかかわらず、いや孤独は良くないんだと、孤独は悪いんだと、ね、みんなと仲良くしなければならないんだということで、まあ、自分を押し殺してしまうと、これ魂が確実に干からびていくんですよ。で、そして、まあ、結局ね、まあ、能力は一緒なんです。基本的には能力はその 1% と 91-90% で違うかといったら違わないんですよ。一緒なんです、うん、だから、能力は一緒なんですよ。で、だん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 その孤独を避けようとすると時間の使い方まで同じになっていきますよね。ってことは絶対結果に差がつかないんですよ。もう本当に当たり前なんですけど、ね、当たり前中の当たり前なんですけど、差がついてるっていうんだったら、それ時間の使い方で差がついてるわけで、時間の使い方までみんなと一緒になったら、もう結果は絶対みんなと一緒なんですね。人より努力してないじゃないですか。人と同じ努力だったら絶対人と同じ結果なんですよ。だって能力一緒なんだから。なので孤独を避けようとしちゃいけないってことなんですね。孤独は悪いものじゃない、必然なんだと、ね、これはもうね、自分が夢実現とか成功を目指しているというのであれば必然なんだっていうことで、孤独に対してその悪いっていう解釈を外して中立にしないといけないんですよ。もう孤独っていうのは良くも悪くもない、必然なんだと。だからそれをまあ向き合う必要があるんですね。あ、孤独だと、ね、孤独という中立状態にあるとっていうことで、もう向き合うということが大事になってくるわけです。そしてまあね、孤独でいいというふうにもうね、自分の中で孤独よしと、孤独上等というふうにもう割り切ってしまうということですね。で、なった時にね、本当にそのね、自分が一番避けなければならない状態を避けられるんだったら孤独でいいというふうにもう割り切るということです。で、私は個人的にね、最悪だと、もうこういう人間にだけはなりたくないとか、こういう大人にだけはなりたくないとか、こういう親にだけはなりたくないって思ってる最悪は何か、その最悪を避けられるんだったら孤独でいいと、孤独上等というふうに思ってるんですね。で、その最悪って何なのかって言ったら、人の夢を潰すとかね、人の成功を邪魔するとか、そういう人間、そういう大人、そういう親にだけは絶対なりたくないと思ってるんですね。うん、どういうことかっていうと、自分自身がですよ、夢を叶えてないとか、自分自身が成功してないということになると、ね、例えば自分はね、もう夢を諦めてる、夢実現を諦めてるんだとか、成功を諦めてるんだということになると、これどうなるかっていうと、目の前の相手に対してね、やっぱり夢が叶うって信じてあげられないんですよ。自分が夢を叶えてないと。もしくは成功に向けて一生懸命努力してないと。だから、ね、結局、まあ、例えば親とか教師ですよね。親とか教師はなんか心理学でドリームキラーっていう風に、まあね、言われたりするわけですけど、それどうしてかっていうことなんですけど、親がね、親が自分が若く子供だった時とか少年少女だった時に夢があったんだけど、その夢を叶えてないんですよ。もしくは教師が、ね、結局自分が少年だった時、少女だった時の夢とかを叶えてない、もしくは今成功に向けて本当に一生懸命、ね、真剣に努力してないんですよ。だから、ね、親は親なりに一生懸命生きてたのに、ね、生きてるのに夢が叶ってないんですよ。教師は教師なりに一生懸命生きてるのに成功してないんですよ。だから本人が夢が叶ってない、本人が成功してない、そうすると目の前の子供たちが夢が叶うって信じてあげられないんですね。成功できると思ってないんですよ。思えないんです。なんでかって言ったら、自分が一生懸命生きてるのに夢が叶ってないからなんですよ。自分が一生懸命生きてるのに成功を目指して真剣に努力してないからなんですよ。努力できてないんです。だから自分ができてないんで、目の前の子供たちもできないって思ってるんですね。無意識ではですよ。それは言葉では言わないかもしれないですけど、無意識ではそういう状態になってるんですよ。だから親は親の知ってるものすごい狭い世界のものすごく特殊な考え方、価値観を
現実として子どもたちに教えちゃうんですよ。こんなに現実は厳しいんだよということを教えちゃうんですよ。そして教師はね、まあ、学校なんてめちゃくちゃ狭いじゃないですか。めちゃくちゃ狭いんですよ学校なんてね。だって小学校、中学校、高校、大学で教員免許取ってまた学校ですよね。学校以外の世界知らないじゃないですか学校の先生って。だからめちゃくちゃ狭い世界の中で生きてる人たちなわけですよ。でそんなすっごい狭い世界で生きているその学校の先生教師がですよ、ね、自分がはっきり言って成功してないとね、っていうことであった時に目の前の子どもたち生徒が成功できるって確信が持てないんですよ、だって自分が実現してないから、自分が成し遂げてないですよね。だからそういう状態になると結局目の前の子どもたち生徒たちに対してこれが現実なんだよということで本人たちにしか通用しないものすごく狭い世界のものすごく特殊な考え方価値観を現実として押し込んでしまうんですよ子どもたちに。そうすると当然子どもたちも親とか教師が教えたことに従ってしまうんで普通の親、普通の大人になってしまうんですね。ってなった時に例えばじゃあ21歳とか22歳で、まあ、就職活動をするっていう大学生がですね、自分はねやりたいことが分かりませんみたいな、ね、自分は何がしたいのか何がやりたいのか分かりませんみたいな、そういう、こう状態になってしまうんですよね。これおかしいわけですよ。人間として不自然ですよね。だって生まれたばっかりの赤ちゃんとか本当に3歳4歳5歳の、ね、子供たちとかやりたいことだらけですよ本当にね。これもやりたい、これもやりたい、これも触ってみたい、これも知ってみたい、これもね、学んでみたいということで、もうとにかくね、知りたいことの知的好奇心の塊だし、やりたいことの塊なわけですよ。で、そのね、知的好奇心の塊だったはずの少女、少年たちが、なぜ十数年後、わずか十数年後に、やりたいことが全然わかりません、みたいな。なんでそんな無気力な状態になってるのかって言ったら、それはその人が関わってきた親とか教師に、まあ夢を潰されたんですよね。夢を壊されたわけですよ。それがドリームキラーということなんですよね。で、私は個人的にそんな大人とかそんな親とかには絶対なりたくないっていうものすごく強い思いがあるんですよ、なんかね、自分がね、自分にとって一番大事な親とか子供とか生徒に対してその子の無限の可能性を潰すようなそういうね、夢を壊す心理、ドリームキラーには絶対なりたくないというふうに思っているんですね。だったら孤独でいいっていう話なんですよ。だったら自分は30年後20年後10年後のために今何をなすべきかを一生懸命考えて、それでできることがあるんだったら一生懸命やると。でもしかしたらそれでね、他の人たちからね、例えばね、付き合いが悪いとかね、なんかね、なんか地域の行事とかね、そういったものに参加してないとかね、良くないとかいうふうに思われるとか、もうぶっちゃけどうでもいいっていう感じなんですよね。まあ、どうぞどうぞみたいな、全然大丈夫ですみたいな感じ。いや本当にそう思ってます、もうなんかね、目指してるものが全然違うっていうか、自分はそのね、自分にとって本当に大事な子どもたちとか生徒たちがね、なんか夢がない、成功を目指してない、なんかねやりたいことがわからないって言って無気力な状態になる、そういうね子どもたちのなんかね夢を壊して無限の可能性を奪うようなそういう親とか、大人になるぐらいだったら、もう自分はね何歳でも、とにかく30年後20年後10年後のために、いや今の現実とは全然違うね、まあ、高等無形って言われればいいほどの、まあね、鼻で笑われるぐらいの大きな夢を、実現を目指して、まあ、努力し続けてた方がもう100万倍増しっていう感じなんですね、まあ、その夢を、ね、壊す、ね、成功を、ね、なんか相手から成功の機会を奪う、まあ、そういう、ね、なんか大人になるぐらいだったら、ね、もうそれはもう全然、ね、自分の一番近い人たちからなんか付き合いが悪いとかね、そういうふうになんかあんまりこう良くないっていうか否定的っていうかネガティブに見られるぐらいっていうことはもうぶっちゃけどうでもいいっていう感じです本当に、なので、まあ、孤独との付き合い方、孤独との向き合い方っていうことなんですけど、孤独っていうのは決して悪い状態ではないということです。これ必然なんですね。もしですよ、あなたが夢を実現をしたいと成功したいというのであれば、それはもう避けられないし避ける必要もないものなんだということです、ね、あなたが周りの人たちと違う時間の使い方をしてるっていうんだったら、それはもう必然なんですよ。でそれは目指してるゴールが違うんだったら時間の使い方を変えるしかないんですね。
絶対。他の人たちが努力してない時に努力するしかないんですよ。他の人が努力する時に自分も努力します。他の人が休んでる時に自分も休みます。絶対結果一緒に決まってますよね。まあそんなの当たり前なわけですよ。だけど他の人が努力してる時は当然努力します。他の人が休んでる時も自分は努力しますと。そこで差をつけていくってことなわけですよ。そうすれば当然付き合い悪くなるわけですよ。時間の使い方が違いますからね。目的とか目標が違うんで時間の使い方が違うわけですよ。でそうするとまあね、付き合いが悪いとか孤独っていうふうにどんどん近づいていくわけですけど、それでよしということなんです。それでよしとね、それでいいんだとね、孤独と向き合うと、ね、孤独を避けようとする必要はないと、ね、その迎合する必要もなければ、群れにわざわざ、ね、自分の魂を押し殺して、ね、無理やりその輪の中に入れてもらおうとする必要なんか全然ないということです。それは、ね、今は分からないかもしれないですけど、30年後20年後10年後どっちみち違う社会違う世界に行ってるんでね、それは中学受験に合格した子たちは地元中学校に進学した子たちとはもう合わないんですよ。基本的にもうその進学してる学校が違うんで、それは30歳だろうが40歳だろうが50歳だろうが一緒なんです。一緒ね、あなたが30年後20年後10年後のために夢実現のために成功のために何か今努力してるっていうんだったら、30年後20年後10年後はもう合ってないんですよ、その近くにいる人たちとは。違うところに行ってるんですね。だから孤独でいいっていうことなんです。孤独を避けようとする必要はないということです。孤独上等ということです。もしね、今これを聞いてくださってるあなたがですね、孤独を感じているというのであれば、もう孤独上等ということです。それは自分がね、夢実現に向けて30年後20年後10年後ね、周りの人たちが全然理解してくれないような口頭無形なね、人に話したらね鼻で笑われてしまうぐらいのね、すごく壮大な夢を叶えようとしてる、成功するための道の途中にいるということなんです。あなたがもし孤独を感じてるってことは、その夢実現の途中の道にいるからっていうことなんです。だから孤独と向き合っていいということです。孤独上等ということです。あ、自分は夢実現に向けての道を歩いてるからこの状態なんだなということで、淡々と淡々もと今日もですね、30年後20年後10年後のあなただけに見えてる、あなただからこそ見えてる、その先の未来に向けて今日も1センチでも1ミリでも着実に近づくためのまあね、なすべきこと努力っていうのをしっかりとやって積み上げていっていただければなというふうに思っています。はい、もし今回の動画がですね、何らか役に立ったとか、気づきのヒントになったということであれば、高評価、チャンネル登録、メルマガ登録していただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。